ジョージ・チャルマーズによる肖像画、ジェームズ・リンドはエディンバラ生まれのスコットランドの医師。1747年に初めて比較軍を取り入れた臨床試験を行い、解決病に対する未完続の有効性を証明した。1757年の著作で海軍における衛生管理の改善を説いた。商人ジェームズ・リンドとマーガレット・スメロームの息子として、 1716年10月4日にエディンバラで生まれた。エディンバラのグラマースクールを通った後、1731年12月22日にエディンバラに会司会所属の医師ジョージ・ラングランズに弟子入りし、1738年に海軍軍医として入隊。翌年にニコラス・ハドック提督の配下としてミノルカ島に配属された。その後、ギニア海岸、 西インド諸島、地中海、イギリス海峡など配属を点々とし、最も長い航海は1746年8月10日から10月28日までであり、4等艦ソールズベリーに乗船して、艦長ジョージ・エッジカム閣下の指揮を受けた。1748年に海軍を離れてエディンバラに戻り、同年5月3日にエディンバラ大学で MD の学位を習得。 1750年5月1日に、エディンバラ外科医師会のフェローに選出され、1756年には、エディンバラ外科医師会の会計係に選出されている。エディンバラで、A、トリートス・オブ・ザ・スカービと、アン・エッセイ、オン・ザ・モースト・エフェクチエル、ミーンズ・オブ・プリザービング・ザ・ヘルス・オブ・セアメニン・ザ・ロイヤル、ネイビーを表した後、コスポートのハスラー王立海軍病院の委員長に、 任命されたため、1758年5月18日に、エディンバラ下科司会の会計係を辞し、同年6月にゴスポートに引っ越した。ハスラーでは、アンエッセイ、オンザモーストエフェクチエル、ミーンズオブプリザービングザヘルスオブセアメンインザロイヤル、ネイビーの第2、第3版、アンエッセイオンディジージスインシデンタルツーユーラピオンズ、インホットクライマッツ、A、トリートスオブザスカービの、 第3版を表し、1776年にパリ王立医学会会員に選出された。1783年にハスラー王立海軍病院長の職を息子ジョンに譲り、同年11月17日にエディンバラ王立協会フェローに選出され、協会の創設時点で選出された会員となった。1794年7月13日にコスポートで死去。 ポートチェスターの生命アリー教区教会に埋葬された。リンドの功績として、1753年の著作 A、トリートス・オブ・ザ・スカービで、解決病の治療に、未完続の食用を進めたことが挙げられる。リンドが海軍の軍医として経歴したオーストリア、継承戦争において、フランスとスペイン艦隊との交戦で戦死した人より、解決病で病死した人の方が多いという事実から、 して、解決病の治療法の確立が海洋国家イギリスのさらなる発展に必要な急務だった。しかし、リンド以前に解決病に関する著作を書いた人物は医療の知識がない会員か、解決病の患者を観察する機会のほとんどない医者ばかりであり、解決病の確立した治療法は存在しなかった。こうした状況の中、1747年5月、 リンドは乗船していた、戦列艦ソールズベリーで実験を行った。この実験において、被験者は、解決病を罹患した会員12人であり、これを2人ずつ6組に分けて、それぞれリンゴ酒、硫酸のアルコール溶液、海水、オレンジとレモン、ニンニクや、ケシの種などを混ぜて作った下剤を投与した。結果は、 オレンジとレモンを投与した二人のみ回復するという現代人にとっては決定的な実験結果だったが、リンドの時代にはビタミン C が知られておらず、結局リンドの著作ではオレンジとレモンの投与が戦場での生活改善策の一つとして挙げられるに止まった。さらにジェームズ・クックによる3度の世界修航で解決病による損害が少なかったことから、 リンドの著作がたちまち大きな影響を与えることはなく、オレンジとレモンという解決策が正式に採用されるのはギルバート・ブレームの努力を待たなければならなかった。リンドの実験は比較群を取り入れた臨床試験としては初とされる。一方、著作自体は文献調査の不足が指摘されており、ジョン・ウッドールのザ・セルジン、エスメートなど多くの著作で、 レモンジュースの使用が低減されているにもかかわらず、リンドの著作で言及されなかった。リンドは著作案エッセイ、オンザモース p エフェクチエル、n g ンズオブプリザービングザヘルスオブセアメニン,ンザロイヤル、ネイビーにおいて、軍艦における衛生管理の改善を解き、訓場消毒を定期的に行うべき、会員には入浴を強制すべき、海軍基地にある軍艦には野菜を定期的に、 供給すべきなど多くのアドバイスを残している。オックスフォード英国人名時典は、この著作について、かなり実践的で、平易に書かれていると評している。1758年に発表した論文では、戦場における寄付スについて記述し、その予防に燻蒸消毒を提言した。また、1761年に、塩水の蒸気が炭水であると発見し、同年に、 ポーツマスのアカデミーで実演、1762年5月に王立協会で再び実演し、船でも上流を用いて、淡水を供給すべきと提言した。アンエッセイオンディジージス・インシデンタル・ツー・ユーラピオンズ・インホット・クライマッツでは、熱帯病について記述し、その予防に集落を、定地沼地に建設せず、風通しの良い高地に建設することを提言しており、 オックスフォード英国人名辞典では、公衆衛生に関する著作として扱われている。オックスフォード英国人名辞典によると、リンドには、海軍本部や学会でのロビー活動への興味がなく、その著作の文章も平坦だったため、海軍や医療における監修を、直ちに改革することはできなかった。しかし、リンドの著作は広く引用され、ハスラー王立海軍病院での功績も、 認められている。海軍における解決病の予防と治療は、ギルバート・ブレインの提言により達成されたが、ブレインの提言もリンドの著作の影響を深く受けている。イザベル・ディッキーと結婚した。ありがとうございます。